今日は疲れた日のお風呂ルーティンを紹介するよ。まずはブラッシングをして、今日のお供を用意。最近は桃味のみちを飲んでるよ。うまくいかないこと続きの日はちょっといいバスオイルで心を癒します。しっかり 1,2 分予洗いをしたら、シャンプーはいつも通りココネを使うよ。頭皮と髪全体に揉み込んだらこんな感じにまとめるよ。お気に入りのバスオイルを入れて、いい香りに癒される。ネイルはピンクゴールドでお気に入り。湯船には毎日15分浸かるよ。頭皮ケアも毎日継続中。これ9点で買った筋膜ローラーのセットに入ってたんだけど、お風呂でむくみ取りに大活躍してるよ。みちょも全部飲み終わったら髪をしっかり洗い流すよ。チュルチュルになった。ボディーソープはここら辺を使ってる。見流したフォーム濃密泡で最高。洗顔は肌状態に合わせてここら辺を使い分けてる。今日はとことん癒し空間ということで、チカリのふわふわブラシで洗顔していくよ。以上、お風呂ルーティンでした。見てくれてありがとう。